おはようございます。今日はですね、またアマゾン、通信販売のアマゾンで買ってしまいました。何かというとですね、このタブレット PC のこのカバーですよね、バスタブタイプの。で、このノート、タブレット PC ですね、買ったんですけど、中古で買いまして、メルカリですね。で、ですね、このカバーがついてたんですけど、正直言って中古ですからね、綺麗じゃないんですよね。で、この裏はフェルトでできていて、もうなんかちょっと、で、均一じゃないですよ、汚れが。タバコ吸ってたのかなっていう感じで、で、僕、タバコ吸わないんで、ちょっと嫌だなっていう感じですね。で、これはもうすごくいいんですね。ちゃんと専用なんで、カメラとか電源とかですね、各コネクタ、スピーカーのところとかですね、ちょうど綺麗に穴が開いていてですね、本当最高にいいんですね。ただし、古いのでね、どうせだったらカバー、外のカバーぐらい、人の手垢がついてるんじゃなくて、自分が汚した分だったら納得できるのかなと。あんまり綺麗じゃなくて嫌だなということですね。で、フィルムなんかは自分で貼ったんですけどね、100円ショップで買ってきてですね。で、これだけはついてたので使ってたんですね。でもやっぱり衛生的にどうなのかな。で、こういうカバーって高いじゃないですか。3000円ぐらいしますよね。で、昨日、一昨日かな、ネットで、探しましたらですね、こういうものを買いました。ですね、なんと750円です。ホンダの V820 CH 用の専用カバーですね。なんと中1日で到着しました。配達も早いですね。だから、日本国内の倉庫から発送されたという形になると思うので、中国、安くても、中国じゃなくて国内からの発送じゃないかと。で、こういう形でポストに入っていました。で、ちょっと実は1回開けてるんですけどね、ちょっと開けてみましょうかね。なんと東京の日野市から来たので、で、ここは横浜なんですよね。だから早く届いたのかなというところですね。で、開けてみると、そうですね、ほら、全く同じですね。全く同じですね。なんかこの刻印も同じですね。厚さも同じですね。厚さも同じ。で、このカメラの穴の位置も同じです。スピーカーの位置も同じですね。なんと、保護フィルムもついてました。自分で作っちゃいましたよね。これは使わないとして、じゃあ実際に、じゃあ装着してみますかね。これ開けてみましょう。きれいにね、梱包されてると思います。セロテープでちゃんとついてて、この中すごく丁寧な梱包だと思います。で、開けてみると、ちゃんとこう、スポンジ、新品ですね。いいですね。で、こっちも半透明で綺麗ですね。で、こう、梱包も丁寧ですね。で、古い方から外して入れちゃいましょうかね。ちょっと電源落として。もうこの古いのはいらないですね。で、ぴったり合うかどうか。ぴったりですね。ぴったりです。ああ、綺麗。やっぱ新品は違うな。裏蓋も綺麗ですね。もともとはこんなちょっとニコチンかかった色だったんですけど、新品でとても綺麗ですね。このスピーカーの穴の位置もカメラの位置も合ってます。合ってますね。で、蓋のサイズもぴったりです。まだ折ってないんでね、ちょっと蓋はちょっと硬いですけどね。で、このフィルムもカメラの位置とかサイズぴったりですね。全く全部角角収まりますね。
私ね、細かく切って寸法を取ってね、切って作ったんですよ。これを最初から買っとけばよかったな。まあね、とてもいい商品ですね。でこれは、750円ですね。ちょっと、メモ欄にちょっとね貼っときますけどね、こういうで、もう実はね、この機種自体、1年落ちなので、一応スペックとしてはね、最新型と同じなんですけど、で色はね2つしかなくて、ホワイトと、私ホワイトを買いました。これホワイトですね、白とゴールドしか残ってないですね。ホワイトとゴールドの両方とも750円です。本当はね、いろいろ黒とか紺とか、僕黒いやつが良かったですね、汚れが目立たないんでね、それ欲しかったんですけど、ちょっとそれは売ってないですね。で送料込み750円ですね。で特に安いね、読まずに買いましたけど、フィルムが付いてたんで本当いいですね。でこうやって比較してみると、600円ってあるんですね。あ、でもね、これね、買ったことあるんですけど、これ600円ですね。これ500円ぐらいで買ったんですけど、キーボード付きの USB キーボードが付いてるんですね。 Bluetooth じゃなくて、これはね、ダメです。これは買って失敗しました。爪がすぐ折れちゃうのと、でキーボードが全部効いてない、生きてないんですよ。でこれはちょっと失敗したな。だから値段的にはこれが一番いいですね。続いてこれもう一つありますね。これもなかなかいいのかな。でも同じかな。黒なんですね。だから黒い色を買いたいときはこっちです。1190円ですね。だから、そうですね、440円高い、持ってますね。440円高いですね。黒を買いたい人は440円高いです。要はこれ色違いですね。色違いです。アンケート、満足度は何も書いてないですね。で私が初めて買ったのかな。いや、そんなことないでしょう。とてもちょっとジャストサイズで、いいケースだと思います。今だったら、今日ね、10月の5日なので、10日から5日間程度で到着。いや、私は中1日で到着しましたけど、日本国内からの発送で、配達も早かったです。とてもいい商品だと思います。報告は以上です。ご視聴ありがとうございました。